テトリスってわかる意味。ちょっと待って、スティック使ってんの？横8ラインしか消せてないみたい。それは良くないってこと。コンカプー、こんばんは。魔界の天才ヴァンパイアホロライブ1期生の夜空メルと、今日は来ていただいてるのは彗星のごとく現れたサーナ元介、アテルブチバのおじめ彗星です。よろしくお願いします。お願いします。先生、今日まで練習重ねてきましたか？はい、まあ一通りはやりましたし、先ほどのイロハさんのね、ものも見させていただきましたけど、あー、もう今までのじゃあコーチングの生放送は見ていただいている感じですかね、はいはい。まずメルさん、コーチングしてほしいって言われた時に、テトリス 99? って聞かれたんだよね。あ、だだってヨテト大会やって。昔はそうだったじゃん。あ、まあ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 ね、まあね、まあね。だし、はいはいはい、まあ、うん、そもそもこのテトプヨっていうのが2つ合体してるとは思わなくて、知らなかったんですよ。うんうん、このね、このプヨテトっていうゲームを知らなかったんだよね、メルちゃん、ね。そう、知らなかった。はい、まあそんな感じで、じゃあメルちゃんの実力をまずは見ていきたいなと思いますので、はい。はい、まず、ドリーマーケード1人で押していただきまして、40ラインをやっていきたいと思います。わかりました。でこれをなるべくテトリスで、うん、消していっていただければと。テトリスってわかる意味？あれだよね、うん、4つ以上の高さでズボンってやるやつね。あー、そう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 。ちなみにこのゲーム4つ以上、4段以上は消せない、はい、4段が最高なんで、まあなるべくその最高の4段を狙って、うん、40ライン消していってください。はい、ちょっ、あ、ああ、言い直す。いえ、これも人生、失敗はね、成功のもと。ちなみにメルちゃん、今コントローラーはプロコンですか？実はジョイコンにしました。あ、さっきジョイコンにしたんですか、もしかして？はい、滑るからね、プロコンは。あ、なんかね、ジョイコンと思えない滑り具合なんですけど。なんかね、プロコンになりたいのかも、このジョイコン。ね、プロコン目指しているのかもしれないけど。いいんだよ、お前はそのままで。うん。うん。ホールドホールド。うん。ああ、なんでだろうな。滑るな。ね。プロコンで慣れちゃってたからかな。そういうことかね、なんか。慣れかな。他のボタンも一緒に押しちゃってんじゃない？え、他のボタン、そう、あれ、うん、下コマンドを押すのに、うん、それかぶち壊れてる、そのジョイコンは。え、メルの在感来てた。え、ちょっと待って、ん、あ、スティック使ってんの？え、うん、あ、あ、あ、そういうことか。あ、スティックじゃなくて下の十字使ってくださいね。あ、どれ、うん、あ、ほんとだ。あ、そう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 。あ、今コメントに助けられた。あ、スティックか。なるほどね、スティックは。なるほど。そう、今みたいにミスっちゃいがちなので、これ記録更新なんだ。でもう一回じゃあ、はい、十字でやってみましょう。なんか十字2つあるんだけど。十字が2つ？ A とか書いてない方。あー、ね、そう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 、okay. 今スティックを使ってた方の下かな、うん、そうだよね、練習をずっとね、別のでやってたらね、あれ回転は、あ、A だよ、こっち使うんだ。目で右利きなのに、どうしたら、え、ど、今までどうやってた？え、ジョイコン2つあるじゃん。うん、両手に持ってやってるんだけど、今左手で十字キーを動かしてて、おうおうおう、で回転させる A とか書いてるのが右手に来てる。おうおうおう。あれスティック使ってる時はどうやってた？スティックもさ、右手に A が来て。あ、そうだよね。うん、だからスティック使ってる時と同じ要領で回転とかをやればいいんだよ。いや、うん、え、ちょっと、ちょっと、もう、うわ、これ、オフコラボの方が良かったな。あ、確かに、確かに、確かに、それは。
ないんだろう。今右手に、うん、A が来てるんですけど。うんうんうん、そうだね。で、左手に上下の十字キーが来てて。うんうんうん、そうそうそう。うん。え、これでいいの？うん、それで OK。え、嘘、左手でじゃあ、これ、十字キーやるってこと？そうそうそう。さっきはどうやってたの？さっき右手でやってた。右手のスティックだったの？うん。え？右スティック？なんか横にして使ってたかも。横？あの。あ、え？あ、なるほどね。あ、そう。ジョイコン1個でやってたのね。そう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 。そういうことか。あー、なるほどね。あー、ほほーん。あー、ちょっと、あれ、あの、プロコンでずっとやってたから、ね。あー、そうだよね。うん、あれ、でもプロコンも同じじゃないか？今はね。そうだよね。じゃあ、そのプロコンの時を思い出して。わかった。で、うん。やってみる。ついでに、あの、あれがあれば使おうね、うん、あの、ジュイコン合体させるやつ。ああ。中間の、仲介。あ、そうそう、仲介業者みたいなやつ。そう。あと32ライン。ここまで8ラインしか消せてないみたい。今、2分20秒経って、うん。9ラインしか消せてない。それは、うん。良くないってことでしょうか。そうだね。ラインってわかる？ライン、うん、線。そうそうそう、線。線のことね。そうそう、線のことなんだけど、この、1列消すことを1ラインっていうのね。はい。だから、今、3分3秒、6秒、7秒経ってて、今まだ12列しか消せてないから、もっと綺麗に積んで、もっと早く、消せるようにならないといけないんだよね。まあ、そうだね。まあ、みこちもこれくらいかな。みこちは、メルと同じくらいってこと？うん、そうだね。みこちもまあ、だいたいこれくらい。で、いろはが、はい、あ、おたまと、あれ、うん、う、遅すぎるからってことか？うん、いや、普通に固まってるね、それは。普通にあれ、ほんとだ。確かに、ちょっと、ぐるってる。ね。これって再起動しても、配信は大丈夫なんかな？一旦は大丈夫かも。でも、音声は聞こえるみたい。あれ、ほんと？画面だけ固まってるんだって。そうね、ちょっとパソコンが。枠取り直して再起動いく？そうだね。あ、でも、再起動ならすぐ戻ってこれるかも。ほんと？余ってます、じゃあ。じゃあ、ちょっと、パソコン、もうコンセント抜いちゃうとあれだもんな。コンセントはまずい。いや、たまに強制シャットダウンしてる。え？それじゃないか？え？元凶それじゃない？そう。いや、コンセントは抜いてないよ、さすがに。ボタン長押しにして。ああそうそうそう。それもダメなやつだよ、でも。まあ確かに。ちょっと、重たい、本当に。あ、ちょっともう、強制終了します。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。シャットダウン！